夫との関係がどうにもなりませんの対処法。KY さん49歳女性、3年前に結婚しました。入籍して1ヶ月半くらいから夫が毎月些細なことで怒り出します。長い時は1ヶ月間怒鳴るものをガンガン無視の繰り返し、毎月始まります。モラハラですが、自己愛人格障害なのかと、間に人を入れると普通に戻るものですが、2週間くらいでまた始まります。普通の時も上から物を言ってきます。車の運転でもすぐに怒り、今は怒り出してもう少しで2ヶ月経ちます。専門家に相談した方がいいと思いますね。専門家というのは叱るべき、そういう心理カウンセリングか、本当にその病気の水準であると病院に相談するのもあると思うんだけども、こうしたらいいですよって言って治りました、ありえないでしょ、おそらく。今私がじゃあこうしたらいいですよ、あ、1週間後治りました、ありがとうございます、鎌田先生素晴らしいですって、多分ありえないじゃないですか。過去と他人は変えられないってことを何度も言ってますけども、そういうモラハラ的なとかパワハラ的なものとか、今暴力的なものは今はなかったかもしれないけど、いろいろなそういう言葉による暴力的なものっていうのは多分あると言った場合において、それを改善するってことはほぼ不可能ですよね。本人が変えたいっていう場合は別としますけども、あなたがいろいろ何か努力をしたかって、それがなくなるっていうことは非常に難しいと思いますね。じゃあどう対応したらいいのかっていう場合は簡単ではないですね。場合場合に応じながら、それなりに専門家に相談するっていう形が必要なんじゃないかなというふうに思いますけども、いきなり離婚するとかそういうレベルではないとしたならば、間に人がね入ってもらうと落ち着いて話せるっていうのが一つの救いの点ですね。だから例えば専門家ってどういう人がいるのか、例えば夫婦問題カウンセラーっていうのをやってる私の友人とかがいるんですけども、そういう人っていうのはこういう問題についても相談乗ってくれるんですね。だからどっちかというと心理カウンセラーというよりは、そういう夫婦問題のカウンセラーのような人に入ってもらうとよくあるパターンだと思うので、非常に適切なアドバイスを受けることができるんですね。距離を取ってくださいって言われる場合もあるし、そういうふうに家族療法的に旦那さんを呼んできて3人で話をしたりするってこともあると思うんですね。だからケースバイケースに合わせて最良の判断と対処法をしてくれる専門家がいます。なのでどうしようもないっていうふうに皆さんが思ったところに置かれましては、それは自分の考え、自分の頭、自分の経験値においてどうしようもないということなので、専門家に相談するしかないんですよね。なので相談してほしいなというふうに思います。どこに相談するかわからないという場合もあったりですね、あともっとひどくなった暴力を受けてるとか DV ですかね、家庭内暴力とかそういうことっていうのもあると思うんだけども、そうなってくると特に相談してるかわかりませんっていうことが悩みになってくるんですね。相談しなさいって言ってもね、市町村自治体ごとに必ず相談窓口っていうのが作られていますね。そこに相談するっていうのは一つの方法ですね。何でも相談していいですよっていう窓口もあるし、今みたく DV とか暴力に対する相談の窓口があったり、あるいは依存症の相談の窓口というのが必ずあります。それ法律でよって作るように設置されているので、よくあるのが市町村の広報ってよく配られてるじゃないですか。あれの後ろの方にそういう相談窓口の電話番号とかネットでの受付みたいのがあって、最初その匿名で相談することも可能なんですよ、電話でね。だからまずそういうところに本当に困った、どうしようもない、特に夫婦関係のこととかになってくるとね、なかなか自分の友人とか友達に相談するのも難しいってことになった場合、そういう相談の窓口っていうのもありますので、そこで出る人って心理カウンセラーですね、大体ね。あるいは保健婦さんのようなね人だったり、それなりの専門的な人が対応してくれるので、どうしていいかわからないっていう時に対して専門家からのアドバイスを受けるし、あるいはこういうところに行ってくださいとかね、その場合カウンセラーを紹介される場合もあるし、病院を紹介される場合もあると思うので、どうにもならんっていう時は専門家に相談する、あるいは市町村の自治体の相談窓口に相談するっていう方法がありますので、自分でどうにもならないときは他人の力を借りるってことは考えていいんじゃないかなと思います。精神科医カバサーショーのカバチャンネル、毎日の動画を見逃したくない方はチャンネル登録をお願いします。登録はこちらから。